流言島侵攻は、スコーニ戦争中のグレゴリオ歴1678年9月22日から9月24日にかけて遂行された軍事作戦である。これはスウェーデンが支配していた流言島のブランデンブルクプロイセンデンマーク連合軍による占領に帰結した。またこの作戦は、長らく計画された上で直後に始まったシュトラールズンと後為戦の前哨戦となった。 この戦争における従元時前の最初の進行は、すでに1677年9月17日に実施されており、デンマーク軍がベルゲンの戦いを経て前頭からのスウェーデン軍の駆逐に成功した。それから間もなく、オットー・ビルヘルム・フォン・ケーニヒス・マルク・ゲンスン率いる、スウェーデン軍が島の奪還を試み、1678年1月18日のバークゾーンの戦いに勝利し、 その目的を果たす。この戦勝にもかかわらず、とりわけ、デンマーク軍が夏の間にも、流言島を幾度も襲撃したため、道東の安全が継続的に守られることはなかった。流言島の保持は、双方の陣営にとって戦略的に重要であった。なぜなら、この島を占領する方が、スウェーデン領ポメラニアで最も重要なスウェーデン側の要塞、すなわち、 大陸の岸辺にあるシュトラールズントへの補給路を確保することになったからである。また、それは、スウェーデンの小中にあるシュトラールズント要塞の攻略を成功させる上で、根本的な前提条件でもあった。スウェーデンのケイニヒスマルク元水。デンマークは、この進攻に向けて、上陸を援護するべく、総勢27隻の軍艦を集結させた。さらに、ブランデンブルク海軍も、 合計10隻の軍艦を用意する。その7隻は、ブランデンブルク海軍の総艦、ベンヤミン・ラウレの要船であり、3隻は先帝公フリードリヒビルヘルムが自ら準備したものである。ブランデンブルクの一軍は1678年7月以降、フォアポンメルンで待機していた。しかし作戦開始は、ベンヤミン・ラウレ指揮下のブランデンブルク艦隊が8月まで、遅れたため、それまで延期された。 さらに、ブランデンブルク軍は、輸送手段の確保に長い時間を要した。輸送艦隊は、大型船210隻と小型船140隻から構成されていた。戦列艦部隊の指揮は、デンマーク海軍の提督、ニールス・ユール中将が取った。輸送艦部隊を率いたのは、コーネリスト・ロンプ大将である。ブランデンブルク軍上陸部隊の指揮は、 ゲオルクフォンでアフリンガー元帥に託された。その兵力は、強硬機兵1440名、竜機兵300名、不評5500名の総勢7240名で、ある。また6ポンド砲4門、3ポンド砲14門の、野砲と砲兵76名を要していた。デンマーク軍の上陸部隊の兵力は1800名であった。 これらの艦隊はグライフスバルト湾のシュトゥッパーサスに集結した。作戦計画では、デンマーク軍が島の北から、ブランデンブルク軍が南から上陸し、スウェーデン軍の限られた兵力を分散させる予定となっていた。先抵抗フリードリヒビルヘルム率いるブランデンブルク艦隊は、9月22日に抜病した。スウェーデン軍に対して、 上陸地点をできるだけ長期間にわたって秘匿するため、艦隊をパルマーオルトに向け、そこからプットブスへと北東に進路を取り、同地で上陸する計画であった。しかし艦隊がパルマーオルトに到達すると、風向は北東に変わった。そのため、予定の軌道はもはや実行できなくなる。さらに、スウェーデン軍は、流言島南端のツーダー半島に大砲を設置し、 新行艦隊に訪問を開く。この危機の中、砲弾が、船底港のすぐ近くに命中した。しかし、他には目立った損害はなかった。それ以上、風向は変わらなかったので、艦隊は大変な労力を払って、スウェーデン軍の大砲の射程外に出ると、より、良い風を待つべく闘病した。ニールスユール提督指揮下のデンマーク軍は9月22日、アルコナ岬の漁村、 ビットで上陸を果たす。現地にいたスウェーデン軍の小部隊は上陸を阻もうとしたが、シャーベサスの向こうに押し戻された。この小競り合いでデンマーク軍は戦死者57名と負傷者52名を出している。スウェーデン側の損害はさらに大きかった。その後、デンマーク軍は強硬なシャーベサスの入り口で防備を固めた。スウェーデン軍の軽にひすまる苦厳水は、 デンマーク軍の上陸を報じられると、今や、絶望的な状況に陥った自軍を即刻、アルテフェアへ撤退させるよう命じる。龍言島に上陸する、剪定校、フリードリヒビルヘルムを描いた、同時代の絵画。剪定校は、デンマーク軍の上陸によってもどかしい気持ちになり、事前の地点から上陸するよう命令を下した。この時点では、 スウェーデン軍が退却したという情報が届いておらず、その攻撃がデンマーク軍に集中することを危惧したのである。こうして、ブランデンブルク軍は1678年9月23日、ノイカンプで陸に上がった。そこには、大砲八門と騎兵隊を要するスウェーデン軍の砦があったが、上陸してきた部隊への砲撃は不守備に終わる。 次々に兵力を増すブランデンブルク軍が大砲を配置し、トリデへの砲撃を開始すると、スウェーデン軍は撤退した。1678年9月23日、ノイカンプで上陸中に、スウェーデン軍の砲撃を受けるブランデンブルク軍の様子。上陸部隊は2時間のうちに完全に揚陸された。先帝港と並んで、ブランデンブルク軍のデアフリンガー元水もその場にいた。陸に上がった。 不評部隊はすぐ、事前の訓練通りに予期された反撃に備え、巨場を置き始める。ツーダー半島から駆けつけたケイニヒスマルクは、完全に戦闘態勢を整えたブランデンブルク軍を、見ると退却を開始した。続いて、ブランデンブルク騎兵が、スウェーデン軍に加えた追撃により、同軍から200名の捕虜が出ている。デアフリンガーと指揮下の騎兵隊は9月24日の朝、 スウェーデン軍の追撃を再開した。スウェーデン軍はすでにアルテフェアに到着していたが、誰もがシュトラールズントへ渡りたがっていたため、そこで収集のつかない混乱が発生していた。ブランデンブルク軍はこの機に乗じ、取り出に突撃する。そして捕虜七百名、軍馬二百五十頭及びすべての大砲の奪取に成功した。ケイニヒスマルクはようやくのことで逃れたが、 化石災状態となった多くのボートが渡航の間に沈没している。同じくらい容易にブランデンブルク軍は重要なノイフェア砦を制圧した。なぜならこの砦の守備隊はほとんど1月のバークゾーの負け戦で生じたデンマーク軍とブランデンブルク軍の捕虜から構成されており彼らはスウェーデン主艦の命令に反抗し戦うことなく砦を ブランデンブルク軍に明け渡したからである。こうして、流言島は、再び連合軍が占領することになった。島の征服によって、ブランデンブルク軍が行為していた、スウェーデンのシュトラールズンと要塞の命運は決した。デンマーク軍の部隊が島に残る一方、ブランデンブルク軍は行為戦に参加するべく再び、大陸に移った。連合軍は、町の半分を炎上させた。 激しい砲撃の末、1678年10月22日までにこの要塞を制圧する。事前の合意に従い、流言島は完全にデンマーク軍の占領下に置かれ、講和の締結までそのままであった。続いて1679年6月29日、サンジェルマン講和条約が結ばれると、再びスウェーデンに返還される。この島自体は、 数多くの戦闘と多数の外国の軍勢によって、経済的に荒廃したので、デンマークの占領軍は終戦まで本国から補給を受けなくてはいけなかった。1854年、上陸地点のすぐ近くに建てられたプロイセン記念柱。幾度も実施された、流言島への上陸を記念するため、プロイセン国王フリードリヒビルヘルム4世は1854年と1855年、 高さ15メートルのプロイセン記念柱をかつての上陸地点に建てさせた。大戦抵抗、フリードリヒ・ビルヘムの像を飾ったノイカンプの記念碑の除幕式は1854年10月15日に行われた。これらの記念柱はバルト海岸岸の一帯におけるプロイセンの覇権を示すものでもあったのである。ABCDE、カートやり、ゲシヒテデア・プラスケン・アーミー。 P259 及び実決。ありがとうございます。